どうも、中田敦彦さでいす。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームコミックス。鬼滅の刃編社会現象。さあ、やってまいりました。ついに、ついにできることになりました。鬼滅の刃でございます。見てください。私、電子書籍で。はい。電子で見てます。ねえ、これ、もう本ないですよ、書籍。 ね、書店にありますかもう、もう、え、もう、はぬけの状態になってですね、何巻と何巻しか残ってませんみたいな。そういう品薄状態が続いているほどの大人気漫画ということでございまして、今回ですね、扱わさせていただきます。いや嬉しいね。 この鬼滅の刃、え、この五峠小夜晴さんという先生がね、書いてらっしゃるんですけども、ま、名前は聞くけど、読んだことないんでごめんなさいと、流行ってんのは知ってる、もう社会現象になってるのも知ってる、まだごめんなさい読んでないっていう方、大丈夫。そんな方のために、話についていけるように、するのが、この俺の役割だ。 大丈夫。ついてこれる。もう大好きだって方もね、おさらいして楽しんでいきましょうよね。まず現状としてですね、今回整理させていただいた上で、あらすじを全部は言いません。なぜならものすごく、すっごいナイブな局面だから。かなりクライマックスでありながら、さらにちょっといろいろあって、今まだ全部言わないでって、集営者さんからね、言われているので、あらすじの これアニメ編の序盤の方ですね。そこら辺を言った上でですね、なぜヒットしてるのかという中田なりの分析をですね、解説してお届けしたいなと思ってるので楽しみにしてくださいね。まず現状と言いましてですね、こういう状態になってるよという説明。まず大前提としてどんな話なのか、ざっくり設定だけ教えてっていう方、教えますね。大正時代。舞台は大正時代。あ,あ、なるほど。大正時代なんだ。その上で、妹を鬼にされた少年が、妹を人に戻すために、 鬼と戦う。なるほど。鬼滅の刃ですから、鬼と戦うんだなということなんですが、まず、妹を鬼にされてる、かわいそう。そんな少年がですよ。妹を守りながらですね、鬼を対、対峙していくと。と、まあ、なるほど、なるほどと。複雑ですね、と。妹さんも鬼なんだけども、妹は鬼なんだけど、それを守りながら鬼と戦うと。この、この状況、複雑な状況。はい。 これが鬼滅の刃。まあ、ざっくり言うとそうなんですね。詳しくは後で喋りますね。どういう状態なのか。社会現象ってまずどういう状態なのか。いつヒットしたのここですよね。まず2016年。あの、パーフェクトヒューマンイヤーです。はい。別に、そう言ってるのは私だけなんですけど、パーフェクトヒューマンがバズったのはあの2016年。ね。週刊少年ジャンプで、その2016年からもう連載がスタートしてたんですね。ところが、ね。この時は、 ジャンプにおいてはですね、いわゆる人気漫画の一つに過ぎなかったと言っても過言ではないわけですよ。僕もこの頃はですね、えー、ジャンポリスという、まあ、あのー、テレビ東京でですね、ジャンプを扱った番組をやっていたので、鬼滅の刃っていう存在を知っていたんですが、ここまでのヒットになるという空気がその時まだなかったんですよ。実際もんで。ところが状況が一変します。2019年、その3年間の連載を経てですね、アニメが放送されたんですね。 その時はすでに15巻ぐらいまで出ていたんですが、その15巻のうちの1巻から6巻ぐらいまでのあたりをですね、4月から9月までのこのクールでですね、半年間ね、アニメ放送したんですが、これが大ヒットした。アニメで爆発したんですね。 いやあ、もう超絶人気漫画だからアニメになるっていうパターンではなくてですね、人気漫画なんだけれども、アニメ化したことによって超絶人気漫画になったという、こういうパターンなんですよ。この主題歌、このグレンゲっていうのがまたヒットしましてですね、2019年の紅白歌合戦、出場しまして、カバー動画、たくさん上がってますね。グレンゲ歌ってみたっていう動画、芸人さんでもたくさん出してます。 ねえ、あの、流れ星の中栄さんとかね、えー、論文の厚さんとかね、宮迫さんとかも歌ってます。そして何を書くう今日ちょっと面白い試みにしたいなと思いまして、今日ですね、この動画をアップすると同時に、同時刻にですね、私の相方藤森慎吾、彼も歌が上手いんです。2016年紅白歌合戦行ってるんですね。その藤森慎吾がこのグレンゲをカバーした動画をですね、 えー、上げておりますので、この動画を見て、うわぁ、面白そうだなんか、ちょっと見てみたいとなった人はですね、この概要欄からですね、藤森くんのカバー動画を見て、そこからですね、コミックスを買うなり、電子コミックスを買うなりして、まあ、鬼滅の刃を見ていただければなと思います。楽しんでください。そういう謎のですね、えコラボとしてはあの、異例でしょうね。あの、あいつが似たことやってる、関連コラボというやつですね、やらせていただいております。このアニメがブレイクしたことによってですね、 ここまで累計500万部という、ま、それもすごいんですよ。ね。でも15巻出してての500万部。そこからアニメ放送を終了して、2020年現在、累計で6000万部という異常事態になっているんです。 これはあのジャンプといえばでもう何年も牽引してきたあのワンピース。小田栄一郎大先生のワンピースをしのぐ勢いを今見せているというですね。もう久方ぶりのメガヒット漫画ということが言われてるんですね。さらに今超絶重要な局面なのが2020年5月13日、ついこの前です。ついこの前に最新巻20巻が発売されました。この20巻、ね、最新20巻はですね、なんと 280万部出してるんですよ。初版280万部、どういうことが分かりますかもう絶対、だってもう、だって、300万部なんて、その、あの、ね、あの、またさんの花火が芥川賞取ってなんだかんだあって300万部ですよ。初版で280万部ってのはですね、どういうことなんだというですね、一撃を食らわしております。もう、出版界希望の星、少年ジャンプの救世主。はい、この漫画、しかもですね、 これが、連、連載ですよ。連載がまだ続いてるんですね。最新20巻が出た上で、うわーってみんながコミックスを買ってる。そんな中ですね、コミックスっていうのはだいぶ連載が進んでる。ちょっと手前をですね、やりますから。が出版になりますから。コミックスの連載はすごい続いてるんですがここは詳しくは言えないんですが今、絶妙に驚異的な展開を見せてます。えーって言ったのは先週後。もう、全鬼滅ファンが、えー っって言ったのが先週号で、この動画、挟んで次の号がどうなるのかっていうのを、もう全鬼滅ファンがもう注目に注目をしているという局面でこの動画を上げるという。だから皆さん、何度も言いますが、まだ遅くないんだ。 この私の動画を見て藤森くんの歌を聴いた後でアニメをバッと見てコミックを全部読んでその驚愕の最新感ね、最新の連載に追いつくことが可能なんです。そうしたら時代の節目にあなた追いつけるんですよ。もう鬼滅ヒットしてる、ああ、追いつけなかった、ああ、どうしようって言ってるあなたとはお皿、おさらばだ。さよならだよ。もうこれ見て追いつくんだよ。 時代の節目。もうとんでもなく、こん、とんでもないことになってるから。それがどれぐらいとんでもないかは、読んだらわかる。俺もう、ウエーってなりました。それぐらい面白いんですね。さあ、現状を説明させていただきました。その上で、ね。 これだけヒットしてるのねと。大正時代の鬼退治の話なのねと。分かったけどさ、どんな話なのもうちょっと詳しくって方、行きましょう。あらすじ編。まずはこのアニメ編の1巻から6巻までをザーッとやらせていただきます。省いていくキャラクターもありますし、省いていくセリフもあります。なんとなく意訳してこうギュンギュンギュッとやりますけども、そこはエクストリームコミックスということでご了承いただければと思います。さあ、まずは主人公、炭治郎。実は本名、かまど炭治郎というね。 まあ、その根名と言いますかね、その名字がかまどなんですよ。非常に難しい字を書くので、今回書くのを省かせていただきました。 炭治郎と呼ばせていただきます。主人公炭治郎がいるんですね。この炭治郎ってのはその山の上に住んでるんですね。で、あの、炭をね、あの、木を切ってですね、炭にしてですね、売りに行くんですよ、町までね。町までそういう子です。いい子なんですよ。お父さんはもうね、早くに亡くなっていて、お母さんと5人のですね、まあその下の弟、妹ですね、妹2人の弟3人なんて言ってですね、もうそのお兄ちゃんが頑張るから、なんて言ってですね、と言っても10代も前半ですよ、ね。お兄ちゃん頑張るから、ね。 でそのお兄ちゃんがね、炭治郎がですね、炭売りに行くんですね。あの、個性としてはですね、鼻が利くっていうね、非常に鼻が利く。 鼻がすごい効くんですね。その上でいい子っていうね、ことですね。で、街に降りていくんですね。したらですね、あ、炭治郎山から降りてきたのかい炭打ってちょうだい炭打ってちょうだいなんつってね。炭を打っていくんですね。で、あの、トラブルがあったらね、炭治郎聞いてくれよ。この壺割ったの俺の、俺じゃないのにさ、俺だって言うんだよど。壺の匂い嗅いでくれよ。うんうん。あ、これ猫の匂いしますから、猫ですよ。この子じゃないですよ。えー、炭治郎が言うんだから間違いないなんて言ってですね。炭治郎は街のみんなからの信頼を。 受けているし、愛されている。その上で鼻が効くという個性を持っている。そこが描かれていきます。そんな中で,ですね、炭を売ったりですね、人の手伝いをしてたら夜が更けていくんですね。で、遅くなっちゃったなぁなんてね、山に戻ろうとするとですね、山のふもとので,ですね、小屋のおじさんがですね、おい炭治郎、今から山戻んのかと。えもう真っ暗だぞ。いや危ないから、ずっと入りなさい、入りなさい。もう止まってきなさいというわけですよね。あそうですかってね止まっていかねえとな。鬼が出るぞ。 ここなんですよ。鬼が出るぞ、言われるんですね。はい、って言って止まるわけですよ。ね。でも家の中で止まってたら、おじさん、鬼って出てこないんですかねって言って、いや、家の中にも鬼は来る。だが、大丈夫だ。鬼狩り様がきっと守ってくれる。昔からずっとそうだから。鬼と鬼狩り様、ね、鬼を狩る人っていうのがいる世界なんだ、ということが明らかにされるわけですよ。 で、一晩明かすわけですね。ありがとうございました。ってね炭治郎いい子ですから、ありがとうございました。がですね、戻ります。って言うんですねするとですね、山を登って家に帰るときにですね、嫌な匂いがするんですよ。嫌な匂いだ。悲しいことが起こるとき、必ず血の匂いがする。なんだ、この血の匂いは、家の方から うわるわけですねや、やだ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 、血の中、血の匂いが家の中からしてる、ばーン見ると、ですね血だらけになった家族が倒れてるんですね、どういうことなんだ、うわー、誰誰誰誰家族をでうがくとすんですけど、みんなもう血だらけで冷たくなってるんですね、なんでこうなってるんだ、鬼が出るぞ、鬼、鬼なのか。 思いながらですねここあ、触ってたらですね、1人だけまだ体温がある、ねずこ、そう、妹のねずこです、来ました、妹、妹のねずこだけは体温があるって言ってね、これまだお医者さんに見せたらな、俺るかもしれないってことで抱え込んでですね、ねずこ、ねずこ大丈夫か、ねずこって言いながらですね、もう雪の積もった冬の山ですよ、降り,降りようとしてバーい、行くんですね、そしたらですね、ねずこはもそもそっと動き出す、えっ、うそ、えっ、な、大丈夫 ねずこだからですね、ねずこがうわあ、鬼になってる鬼になってるんですようわーうわあ、なんだそこから得意ですうわあ、あーねずこねずこが鬼になってる <laughs> そこで、もう悲しいですね、もう血だらけになって、もうこんな、禰豆子をしたら、禰豆子が檻になったんですが、あーって,ってです、ね、おはよう、禰豆子、頑張れ、禰豆子、頑張れって言ったら、その声が届いたんですね、禰豆子がボロ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 って泣き出すんですよ、パシャばーってなるんでね、禰豆子が、ねずこ言葉が通じたのか、禰豆子って言ってる時にですねいきなりですね、パわーってですね、とてつもない凄腕の剣士、侍が訪れるんですね。 で、その根津子を切ろうとするんですよ。待ってくださいって。待ってください,ださい鬼狩り様がやってくるわけですよ。鬼狩りの男がやってくるんですよ。なぜかばうそいつは鬼だぞというわけですね。<laughs> 妹なんです狩らないでください殺さないでください妹なんですよっていうわけですね。それで、それで、でもあまりにも凄腕だから動きが早いんですね。バーって言ったらですね、もう根津子取られちゃったんですよ。殺すって言って。待ってください お願いします。殺さないでください。妹。なんでこうなったかもわからないんですよ。家族が殺されてて、どうしてこうなったかわかんないんです。どうしてもこうしてもね。傷口に鬼の血を浴びたんだ。傷口に鬼の血を浴びると、人は鬼になる。そうやって人食いよは増えていく。そうやって人を食う鬼なんですよ。鬼は人を食うってことと、鬼の血によって、禰豆子が鬼になった。そこが明らかになってきます。 そうやって人鬼になってくるんだ。<laughs> お願いします、何でもしますから。もう土下座するんですね。雪中土下座です。もう一貫のドア頭雪中土下座です。許してください。ネズコ殺さないでください。最後の家族なんです。次にですね。もうその凄腕の剣士が怒るんですね。偵察余奪の剣を他人に与えるな！めちゃくちゃ厳しいです。めちゃくちゃ土下座して頼んだらむちゃくちゃ怒られました。 鬼がお前の言うことを聞いてくれると思うのか甘いことを言うなと。ね。もうこう鬼狩りはですね、ものすごい命をかけてですね、鬼を退治してきたわけですから、お前のそういう余ったれた精神でそんな鬼から人間を守れると思うのかということですね。一括されるんですね。くっさー そはもっともだけど、妹は殺されたくないんだということですね。もう、もう、叶わないのは分かってるけど、決死の覚悟で行くんですね。うわぁーなんつって言、ね、単調な攻撃。じゃあ、あの、感情に任せた単調な攻撃をするなぁーなんて言われて、言われながらですね、石を投げるんですね。うわぁー石投げてですね、腕に斧を持ってるんですよ。ね、薪割りの斧があったので、もう石投げて斧で,斧でうわぁーかかろうとするんですね。斧を持ってかかるんですそ。そしたらですね、その石をパン跳ねられた上ですね、あの、その、そのままですね、炭治郎、ボボンやられるんですね。 でバーン、単純な攻撃だって言って、ですねパって見たら、ですね炭治郎は斧を持ってないんですよ。斧はどうしたさっき振りかぶってた斧、炭治郎が持ってるのんどうしたって思って、パって上見たら、ですねブン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 ,ブン、斧がね、上から来たんですよけて、バーン危なっ、危なっ危なっ,っていうね、ぶんなっ、そうかと、この一瞬の判断で炭治郎はですね石を投げた上でで、すねこう、斧も投げてたんですね。 ビョーン上に、石を投げたのは、斧を投げたことを、こう、見さな目隠しだったんですね。しかもですね、自分が飛びかかるのはですね。こう振りかぶって、なんか持ってる感じで、斧を持ってる感じで振りかぶったんだけどっていうのをやってたのか、こいつ、なかなかやるんじゃねえかと思って感心してる時にですね、ねず子に、蹴られます。ボーンなんだ、すごいの原始蹴られます。鬼狩りが蹴られるんですね。ねず子が、シャー言ってですね、鬼めって言ってね、パッて見たらですね、ねずこがですね、 炭治郎を守ってるんです。変わって、シャー言ってるんですね。何鬼狩れびっくりするんです。どういうことだ血を流してる人間を見たら、まず鬼は食らいつきたくなる。それが普通。にもかかわらず、この妹という鬼はですね、人を守ろうとしてるだと。見たことがない。そんな鬼は見たことがない。こいつらは特別なのかもしれない。そう思ってですね、分かった。お前らは特別かもしれない。言ってですね、 炭治郎に言うんですね。この山の奥にいる、鱗滝き左近寺という人を訪ねていけ。私は富岡義勇だ。富岡義勇からそう言われたと言って、鱗滝き左近寺さんを訪ねろ。ふっつ消えるんですね。鱗滝き左近寺を訪ねろ。 見逃してくれたんですよ、鬼狩りが。何か今までと違うぞ、こいつらはというのを見つけてですね、鬼狩りが許してくれた。この富岡義勇ね。もうの、波をちょっと省きましたけど、義勇ね。これがですね、もう後々までキーマンになってくる超人気キャラクターです。もうドア玉にですね、丹次郎に鬼狩りの厳しさとですね、 えー、その愛をですね、あげたこの最初の剣士、富岡義勇。これは後々ですね、ものすごいキーマンになってくる超人気キャラクターでございます。そして、鱗滝左近けのところに行けと言われてですね、その時同時にですね、ただ気をつけろよと。その妹に日光を浴びせるな。こう言われるんですね。確かにですね、その妹がですね、この日が出てくるとですね、あの穴の穴ぐらいに隠れるんですね。ふふ、ふーって言ってですね、うん。 え、なんでこんなに一個怖いんだろうと。分かった、ねず子と。ね。ちょっと、あの、カゴを買ってきたから、カゴと布をね、この中に入りなさいですね。で、鬼になった時にですね、ものすごい体がグッぐっと1.5倍くらいでかくなってた。それ見てですね、1.5倍くらいでかくなってたんだから、ちょっとちっちゃくなることはできるか、ねず子っつったらですね。ねず子はですね、あの、人を食わないように、今竹筒を加えてるんですね。ふぅーって言ってね。で、できるって言ってですね、ふっとか言ってですね、シューって小さくなってですね、カゴの中に入るんですね。かわいいんですね。 かわいいんですよああ。いいじゃないかいい子じゃないかとか言ってですね。で禰豆子を背負ってですねよしって行くんですね。で鱗滝さんはどこだろうとか思いながらですね一方その頃、ろ鱗滝はですね鱗滝はですね,ですね富岡義勇からですねあの手紙をもらってですねこういう子たちをよろしく頼むと。なるほどと。はい。この鱗滝さんね後で出てきます。 ろこだキさん、どこかなーなんて言ったらですね。また鬼になっちゃうんですね。でもう地獄の運。ね。地獄の運の悪さ。すごい頻度の鬼。ね <laughs>。ここの建物ちょっと、ちょっと休もうかなーてガラッて入ったらですね。また血だらけでですね、人が死んでるんですね。あーってっ鬼が見たなって言ってね。鬼がいるんですよ。おい、おめえらとか言ってですね。食ってやるぜとか言ってね。うわーとか言って、斧で一回首をガンってやるんですね。そしたら首がガンって切れるんですけどもね、ブシューって治るんですよ。 こんなのすぐ治るぜとか言って、治るんだ。鬼はすごい怪我の治癒が早い。はい、今まで分かっていること。それは鬼が、えー、鬼の血によって鬼が増える。その上で鬼は治癒が早い。だからちょっとゾンビ的な感じなのかなと。 いわゆる、いわゆる私たちの認識のいう、その鬼っていうのはね、赤くて角が生えてて、よくわかんない、強いっていうね、それだけじゃなくて、ちょっとその治癒能力があったりとか、違う問題になったりとか、なんかゾンビ的な感じなのっていう雰囲気がもたらされております。そんな中ですね、うわ、治癒が治る、治る、治る首治るって、うわーってなってた時にですね、その、禰豆子がですね、その鬼の首、パーン蹴ります。そしたら首吹っ飛びます、ポーンって言ってね、鬼ですから、禰豆子強いんです。 ねずこ強いっていうね。ねずこ強い。で、その上で首が吹っ飛んでもですね、まだ喋ってるんですね。ああ、落ちもうちょっと、首をもう一回とも戻ればまだなんともねえんだぜ。とか言ってですね。うわ、首が吹っ飛んだのにまだなんともないんだ。ってね。これ、そうなのとか言ってですね。で、そ、そこでですね、もうやってらんねえと。と首をガーンってですね、あの、木にですね、打ち付けるんですね。そしたら首がですね、木と挟まってね、あやべえあ鬼がですね、あ首が固定されたらやべえとか言ってるんですね。そしたらですね、後ろからですね、 さあ、どうする少年ってですね。現れるんですね。誰だってってたのね、鱗滝さんなんですね。鱗滝さんってのはすごいビジュアルしてるんですね。あの、老人、初老の老人なんですけど和服を着たね。あの、天狗の面をつけてるんですね。すごいインパクトなんです。はい、うさん。どうする少年とか言ってですね。えっ、どうしたらいいんですかこれ、く、首、あの、切っても死なないし、なんか首で押さえてますけど、どうしますかね判断が遅いぞ。ね。 このまんまじゃ、だ、あの、お前でそれの自分で考えないとダメだとか言われて。えー、そんなこと言われても分かる。えー、潰さなきゃいけないのかなえー、これ鬼を石で潰す。優しすぎる、この子は。えー、潰さなきゃいけないから。でも、そろそろ火が出てきてしまう。ね。で、禰豆子がババッと建物の中に入った。火がファーって刺してくるんですね。するとですね、日光を浴びたその鬼の首が、ブワーッ燃え出すんですよ。イエーって、バーすぐ灰になるんですね。<laughs> イエーそういう、ルール。 びっくりしたわけですよ。その、ゾンビ的な状態かと思ったら、その、吸血鬼的な存在だったわけですよ。ね。ドラキュラ的な、日光を浴びると消えてしまうという、あ、そういう設定なんだと私も読んでてですね。へぇー、そういうことみたいなね。はい、なるわけですね。それで、鱗ろだきから、うろだであると。ね、うん。そういうもんなんだ、鬼はと。ね。で、富岡義勇から話を聞いてると。ね。私と一緒に、 えー、強くなりなさい。師匠なんですよ。この、鱗滝さだきさんというのはね、実は元鬼狩りなんですね。で、今はですね、その、若手を育てるというですね、あの、育成部隊になってるわけですね。で、私が師匠だから、あの、教えてやるってですね。で、禰豆子は、ね、鱗滝だきさんの家でですね、こう、ぐっすり寝てですね、ぐっすり寝て、禰豆子はね、そこからだいぶ目を覚まさないんですけども、その間ですね、あのー、修行するわけですね。さ、出ました。少年漫画に、もう、お得意の修行ですね。 古くはやっぱりあの、孫悟空も亀仙人に修行を受けてますし、基本的には少年っていうのは修行を受けて一人前になると。これもう絶対にいいシーンです。ロッキーもトレーニングシーンがありますしね。もうカンフーキッドだろうが何だろう,うとにかく修行があるわけですね。修行するぞとですね。山、山に行くわけですね。で、山の頂上まで走って、早い うろこだきさんがすごい、あと、落としとは思えない、すごい速い。僕もすごい、あ、山を登ったり降りたりしてるけど、すごい速い。で、はぁ、あ、は言いながらですね、山上まで来ました、とか言ってですね。よし、ここからは後で一人で降りてきなさい。降りてきたら一致を認めます、とか言ってですねで。先に降りられちゃうんですね。え山降りるそんなんでいいんですかうろこだきさん、なんて言ってですね。降りようとするんですけどそこここに罠がしきゃらけられてるんですね。バーンって言ったら石粒手がバーンバーン <laughs> 嘘でしょバ,ンバーン落とし穴で滝ありがずさうわあ ウロコだきさん、殺す気ですかっていうね、ウロコだきさん、殺す気ですか装置、これ、いつ、どう作ってたのか、そういうのが分からないままですね、ずタボロになりながらですね、ネズコー、ネズコー、言いながらですね、山を降ります。で、ウロコだきさんがですね、ネズコと一緒に待ってるわけですね。そしたらですね、ガラガラガラって、ですね血だらけの炭治郎を持ってくるんですね。<laughs> ただいま戻りました。<laughs> 合格です。<laughs> すごいですね。どういう山なんでしょうか。ね。そこからですね、もう何度も何度も修行を受けるんですけどね。もう教えることはない。ある日言われるんですね。えっだいぶ強くなったんですかもう教えることはない。あとは、これだけです。っですね、え何ですかバカでかいんです。もう、どれくらいでしょうね。もう本当に。大玉転がしの倍ぐらいのですね、とてつもない巨大な岩をですね、指さされてですね。あれが切れたら、戻ってきなさい。 無理なんだい。最後の無理なんだい。岩を切る。岩切る。はい。カチン、ブーン、いったー。切れないなー、思ってたらですね。ある日ですね。子供が二人現れるんですよ。ね。同じ年ぐらいのですね。狐の面被った子供。男の子と女の子ですね。はい。それはサビトとマコモいう、ね。サビトくんとマコモちゃん。現れるんですね。 そんなんじゃダメだろって言ってくるわけですね。えっ、誰と言いながらですね。めちゃくちゃ剣術の使い手なんですよ、そいつがね。で、その、そいつとの修行が始まります。サビとマコモは <laughs> そ、そしたらマコモが言うんですね。呼吸がなってないからですよ。呼吸がなってない。ここポイントですね。はい。ここでですね、まあ、鬼はですね、血が大事。で、日光は鬼はダメっていうのとですね、あとこれね、剣士が強くなるね、呼吸が大事。ここかなり設定の大きいポイントです。 どうやってですね、鬼とですね、渡り合う力を剣士が持っているかというとね、呼吸法らしいんですよ、どうやら。はい。ねこの前言ったら、まあ、ヨガとか、チャクラとか、そういうのでも呼吸って大事じゃないですか。ねそういう呼吸がなってないのよと。その全集中の呼吸というのができれば、全部の意識を集中する呼吸ができれば、血流がものすごいけ、 活性化されてですね。人は、その潜在能力をバーンと出せるから、それによって鬼狩りの剣士は鬼をか倒せるようになっているのよって言われてですね。その呼吸を学ぶんですね。うわ、こうですか、ああですか、いいなる呼吸を学びながらですね、あの、だんだん強くなってですね、最後にそのサビトがつけてる狐の面をですね、スパーンと割るんですね。スパーンスパーンサビトのパン狐の,の面、パッカーンあんだけ厳しかったサビトに、こそれでいい。 ふ消えるんですね。サビト、消えた。サビトもマコモもいない。気づいたら、僕は、岩を切っていた。ファンタジー。ファンタジー。どういうことこれ。わかんないのね。まだ今のところ。どういうことですかと。でも、岩切りましたけれども、とね、うろだきさんとか言ったらね、岩切ったかと。わかった。では、合格です。行きなさい。どこへ ここなんですよ。鬼殺隊の最終選抜試験に行きなさいって言うんですよ。鬼殺隊というのがね、あったんですね。この鬼狩りというのは、鬼を狩る人たちというのは、個人個人のですねそ独、その独立したプレイヤーじゃないんですね。鬼殺隊というですね、政府非公認の鬼を狩るためだけに組織された部隊があるんですよ。その鬼殺隊の入隊試験に行けって言うんですね。わかりましたって言ってですね。 じゃあ行ってきます、鱗滝さんって言ってね、根津子よろしくお願いしますーっ,てって。あと、サビトとマコモにもよろしく言っといてくださいーいって言うわけですよ。そしたら、鱗滝さんが、んて。サビトとマコモ。なぜ、あいつは、死んでしまった、私の弟子の名前を知っているんだ。死んでたんです。サビトとマコモは、とある理由でもう死んでたんです。 だけど何かを思って修行を授けてたということが明らかになります。ね。さあ、この試験、ものすごく過酷です。このね、選抜試験、どういう試験かと言いますね。藤笠ね山というですね。藤の花、綺麗ですね。藤森くんの藤ですね。藤、富士の花です。はい。ね、紫色。藤の花が一面に咲いてる山があるんですね。そこにですね、 鬼が集められてるんです。どうしてね？鬼殺隊の入試のためにですね、鬼狩りたちが生け捕りにしてきた鬼をその山に放ってる。えじゃあ逃げちゃうじゃん。逃げないんです。藤の花というのはですね、鬼がものすごく嫌がる花なんです。はい、また新しい設定できました。鬼は血で鬼になる。日光で燃える。その上で藤の花を嫌がると。 いう個性が出てきましたね。その、嫌がる藤の花が、あたり、一面に、一年中、狂い咲いているがために、出れないんですよ。鬼はですね、そこから。だから、ずーっとそこに飼われてるんですね。そのですね、ものすごい、ちょっ超危険な、その、なんですか、その、何パークサファリパークみたいなね。はい。あの、ライオンがずーっと飼われてるみたいな。そういう状態の中、はい。放たれる。7日間生き残れば、合格とさせていただきます。なんてですね、係のおかっぱの人いですね。 7日間生き残ってください。なんていうわけですね。で、続々とですね、若者たちが集まったんですよ。俺は気殺隊に入る。俺は気殺隊に入る。って,ってですね、いろんな理由があるんでしょうね。入れるんだろうかって言いながらですね、よしって,って行くんですね。するとですね、鬼がやっぱり早速、早速現れるんですね。そして、学んだ呼吸。ね。で、これはね、水の呼吸。 何とかの呼吸、何とかの呼吸ってあるんですね。その、炭治郎を教わったのは水の呼吸なんですね。水の呼吸、一の型とか言ってですね、フィ集中してですね、スパシパシブバーンってやるとですね、はい、するとですね、スポーン。首がですね、切れるわけですね。パーン。その、か特殊な刀と、その、呼吸の技によってですね、鬼は首を切ると、燃えます。ボー首がザーンなります。普通の刀で、普通の人が切っても治るんですよ。治癒早いから。 だから最初の鬼って日光じゃなきゃ殺せなかったでしょだけど、鬼殺隊に許された、えー、刀があるんですけども、その刀と、特殊な刀と、その呼吸法で切るとですね、まだ、あ、倒せるという話がですね、実際に実験して、ブンブォいや、成果出てた。 修行の成果でした。よし、これで生き残れるかもしれない。ね、炭治郎思うわけですね。よかったよかった、もうサブットマコもありがとう、ウロコザキさんありがとう、ギ、ね、ユさんありがとう、思いながら、バーン切ってたらですね、ギャー言って死願生があっち向かって逃げていくんですね。うわー どうしたどうしたどうしたと。志願生どうしたと。鬼を地道に殺しながら7日間生き残ればいいんじゃないかどうしたどうしたって言ったらですね、今まで見た鬼たちとは比にならないデカさのですね、とんでもない鬼が現れるんですね ro,。ブーって言ってですね、もう手が何本もあるんですよ。もう手,手の鬼ですね。もう手,手で,でもこんななって、こんななって、ブーんですね、こいつはやべえ。こいつはやべえのが一体いる。 それが分かるわけです、ね、そしてですね「うーっ」ってねで炭治郎んんん炭治郎見るんですね「おいおい楽器今年号はいつだ?」って言うんですね「年号はいつだ?」ってうんですね「大正だ大正だ,、ね、だ大正時代舞台ですからねそしたらですね「<laughs> 大正だ」と「年号がまた変わってるじゃねえか!」とか言ってうわあ暴れ出すんですねどういうことか。 あの野郎、う滝だの野郎のせいで、俺はこんなところに閉じ込められてるんだ。鱗滝だの野郎だけは許せねえ。あいつに会ったのは、慶応何年ええ、もう四十何年前。大正の前は明治ですからね。こ日本式に言うと。明治、大正、その前は江戸時代なんですが、江戸時代は年号がね、いっぱいあるんですけど、江戸時代最後の年号が慶応なんですよ。慶応、明治、大正ですから。 慶応の頃にあったあの鱗滝。鱗滝さんに捕まえられてここ来た奴なんやと。ね。ね。それで、鱗滝の野郎って言ってですね。で、慶応その、えでね、何鱗滝さん現役の頃ってその、四十何年前に現役で、その頃からずっといるんだと。で、鱗滝さんに教えてもらったことあるんですよ。鬼ってのはな、人を食えば食うほどでかくなり強くなる。そして一周を放つんだ。見たらわかる。 たくさん食ってる鬼ってのはな、っていうわけですね。そしてですね、えー、許せねえ、うん炭治郎を見るんですね。おめぇ、狐の麺つけてるな。実は狐の麺ってのはですね、鱗滝さんがですね、入試の時に渡してくれるですね、魔よけだったんですよ。だからマコモもサビともつけてたんですね。え狐の麺のやつの、やつを食うのは久しぶりだなぁ。 14人目だ、言うわけですね。14人。その13人のうちの中にもしや、ああ一番強かった奴は、面が割れたとき、こんな顔してたの。まこも。そしてもう一人はこんな奴。サビト。まこもとサビトを、この前は食ってやったぜ。食って 食われたんですよ。食われた弟子だったから、お前は強くなれって言って教えてくれてたのかこの野郎って戦いが始まります。うわーそしてですね、最初はなかなか厳しいです。なんせ首がガードされてますからね。もう、もうとにかく首が硬い。うわー言いながらですね、いや、この制度じゃダメなんだ。鱗滝さんに教えてもらったことをちゃんと、ちゃんのすごい制度でやるんだ。ファー飛んだ時にですね、その手の鬼がですね、ファー思い出すんですね。この飛び方。

なんだこの記憶。これ鬼の走馬灯なんですね。実はこの鬼滅の刃、この重要な鬼たち、死に際にですね、走馬灯を見るんですね。ああ、燃えながらですね。やられた。言いながらですね。ねえ、手つないでよ。手を。手なんですよ。あの手の鬼ですからね、めっちゃ手があるんですよ。なんでこんなに手があって。その理由が明らかにですね。ねえ、兄ちゃん。兄ちゃん手つないでよ。 家族を亡くしてるんですね。その時にですね、自分が、自分が鬼になった時に、どうしてか知らないけど、お兄ちゃんを殺しちゃった。その喪失的な、喪失感の記憶がですね、すごい強く残ってて、それがですね、どんどん手になって現れてたんですね。なぜか鬼にされた。それがなぜかわからない。それもねずこも一緒なわけですよ。なぜか鬼にされてしまった。その時に人を殺してしまった。それが身内だった。 その時のトラウマが燃えるように現れるんですね。そうか、兄ちゃん。言いながらですね、その手の鬼がですね死んでいくんですね。で、滅びながらですね、手がぐわー伸びるんですね。うわー伸びてきて。で、炭治郎が、それを優しく握るんですねファッ。優しいやつなんですね。あんな、もうとんでもないグロテスクな鬼まで手握って、ファッ。ふわー死に今見とるわけですよ。やりましたよ。鱗滝崎さん。言ってですね、合格するんです。 7日間あんだけ何十人もいた志願師か、なんとたった5人になって「あの人もいないあの人もいない守れなかったか」言いながらですね5人になりますそして「あなたたちは合格です」おかっぱの子に言われます「あなたたち合格です」「刀を授けます」とかですねその「鬼殺隊特有の刀日輪刀」というのを頂いての元になる鋼を選んだりですね「大福」「学ラのね 学ランみたいな。かっこいい学ランみたいな。で、背中に鬼滅の滅って書いてます。これかっこいいです。もう、期待です。はい。えー、これもすごい強い。あの、繊維でできてるね。で、えー、さらにカラスも支給します。というね。カラスはメッセンジャーなんですね。はい。で、このカラスにあの言われてですね、鬼殺隊は、えー、どこどこへ向かえ、とかいうね、えー、のを得てですね、鬼殺しに行くんですね。はい。さあ、晴れて鬼殺隊になりました。鱗滝さんのとこ戻りました。ああ、よかったーって,言って、そしたらミネズコ目覚めて、よかったーみんなで泣いて、生きて帰ってきた。<laughs> 鱗滝だきさんはですね。だから送るでし、送る弟子、送る弟子、あの手の鬼に食われてですね、全然合格させてもらえなかった。もう悲しくてね、もうだからもう炭治郎を送るのもね、もうどうしようかなと思ってたんですけれども、お前戻ってきたよかったつっ,って、わーなるわけですね。ありがとうございましたーって、気殺隊頑張りますって,って。それでですね、すごい重要なことを聞きます。任務に行く前に言っておくと。ね。お前の妹、禰豆子を鬼にしたのはおそらく、 鬼物児無惨という男だ。え来ました。ラスボスを知るという単ですね。なんとラスボス、鬼物児無惨鬼物児非常に、えー、難しいなんですけども、あ、難しいですね。鬼が舞う辻。あの、辻人なりの辻ですね。辻斬りの辻ですね。鬼物児無惨はい。こいつが唯一鬼を作れる鬼なんだ。そうなのと。要するに、ゾンビみたいになんか、ゾンビに噛まれたらゾンビになるっていう、その指数関数的増加みたいな、そういうことではなくて、 たった一人だけなんですよ。鬼を作れるのは。お前鬼になれ、鬼になれ。だから、この手の鬼も、ねずこも全部、その鬼物寺無残という男によって鬼にされたってことは明らかになんですね。で、この鬼殺隊の最大の使命が、この無残という鬼を作る鬼を殲滅すること。これが大事なんだ。ねずこが鬼になったのは無残のせいだろう。その上で、その無残について、 何か分かれば、この、ネズコを鬼から人に戻す。そういう方法が分かるかもしれない。無残について調べるんだ。なるほど。鬼物人無残。そういうのを頭に入れながらですね、こう、ミッションに行くんですね。どこどこに行けどこどこで女が消えているって言ったらですね、女をですね、とにかくですね、沼に沈めて食うみたいなんですね、三体、三位一体の鬼が現れたらですね、そいつをですね、もうネズコと一緒に倒すんですよ。ね。 そ、それもね、だから面白いのが、ここからですね、ねずこ炭治郎で鬼を倒すというね。だから、鬼と鬼殺隊が一緒になってるという空前絶後のコンビなわけですよ。ね。だから鬼たちが混乱するんですね。ああ、鬼鬼狩りの奴らだーとバーンやるとですね、その鬼がバーン蹴ってきて、おお、なんで鬼連れてんだと。鬼を連れた鬼狩りなんじゃこいつだーのセンセーションですね。はい。そのセンセーションで、わーッとですね、鬼を退治しながらですね、 ねず子行こうって言ってね。ねずごをまたですね。あのー、今度はちょっとい,いい感じの木の箱に入れてですね。あのー、背負ってですね。ピンチになるとその木の箱からねず子が出てくるんですね。バーンって出てきてね。にその兄貴を助けるというですね。すごいこうこう、すごいコンビですね。兄弟コンビですね。鬼狩りと鬼の兄弟コンビですね。はい。それがですね、浅草に行くんですね。浅草といきなり知ってる街っていうね。そこで、ブワー大正時代の浅草、都会です。うわー、すごい え、こんなとこもあるんだ。それね、カラスに次は浅草へ行け浅草に鬼の匂いがするとか言われてですね、行くんですね。はい、わかりましたとか言ってですね。浅草都会だなぁとか言ったらですね。で、あの、うどんくださいとかってうどん食ってたんですね。そしたらねず子とうどん食ってたらですね、パーンこの匂いは匂いがしたんですよ。匂い強いですからね。嗅い、だことがある。あの、家族が殺されてた時に、残ってた匂いなんですよ。つまり、無残。この匂い、ま、忘れもしない。 家族が殺された時に残ってたにおいだ。鬼物児無惨がここにいるのか、ブワー行くんですね。匂いのあるはって人混みで、バーってね、すごい大正ロマンです、さーバーばーみんないろんなバ、わー歩いてるんですね。そんな中でですね、その一人の男をバー見つけるんですね。あいつだってって、そいつのとことをガッて持つんですよ。そしたらバーって振る向いたその男がですね、鬼物児無惨。ビジュアルは、すごいジェントルマンだったんです。 これは伝統と革新のハイブリッドだ。もうジャンプの大キットの鉄板。それが侍型の組織です。炭治郎が戦うのは何でか。妹を人に戻したいから。らただそれだけ。これがいわゆるジャンプの今までの王道の主人公のビジョンと全然違う。